はいどうも皆さんこんにちは、 IQ180 の犬です。よろしくお願いいたします。今日はコモリシャツをご紹介したいと思います。コモリというブランドについてですが、ドメスティックブランドの中で今一番人気のあるブランドの一つだと思います。人気のアイテムには今回紹介するコモリシャツやバンドカラーシャツ、タイロッケンコートなどがあります。今季だとレザーのシャツや、あえて粗いカシミヤを使ったニットなどが展開されています。本当に独特の雰囲気があるブランドだと思ってます。今季のタイロッケンは明るめのベージュで結構賛否が分かれています。個人的な意見ですが、明るめのアウターって結構使いにくいので暗めの色の方が私は好きです。ちなみにレショップ別注で暗めのタイロッケンが販売されるそうなので、よければチェックしてみてください。でタイロッケンでいうと 18AW のタイロッケンがプレネになりまくっていて、今は定価がだいたい13万なんですけど、その当時は税込み11万ぐらいで、現在は25万とかで取引されてます。だいたい2倍ちょいぐらいですね。持っている友達がいたんですけど、服屋に着ていくたびに店員にめっちゃプレってる服ですねって言われるのが嫌すぎて売ったと言ってました。コモリは比較的に合わせやすい服が多いですが、中性的な顔立ちの人よりヒゲの生えたおじさんとかの方がかっこよく着れるんじゃないかなと個人的に思ってます。あとはオーラリーのようなきれいめなアイテムと合わせるよりかは、古着とかと合わせた方がかっこよく決まると思います。私はきれいめな服が多いので、コモリのアイテムを購入するときはこういったベーシックなアイテムを購入するようにしています。今回ご紹介するアイテムはこちらのコモリシャツです。色はサックスで、お値段は税込み 24,200円です。サイズは3を購入しました。コモリシャツのサックスは定番で出ていますが、シーズンによっては微妙に色味は変わっているそうです。生地には140番手の細い糸が使われています。糸は細ければ細いほど丈夫になって光沢感が出てきます。非常に独特の風合いがある生地だと思います。オーラリのシャツとかポータークラシックのスビンゴールドのシャツとかって結構見た感じで光沢感とかが分かりやすいんですけど、コモリはどっちかというとめちゃくちゃこう綺麗というよりは、なんかこう独特の雰囲気があるっていうのが一番表現として正しいかなと思います。で見てほしいんですけど、こう結構シャツに色ムラみたいなのがあるんですよね。これが独特の雰囲気が出せる理由の一つかなと思います。シルエットはオーバーサイズで、着丈は結構長めです。バンドカラーシャツはもっと着丈が長くて、同じサイズでもだいたい10センチぐらい長いです。こいつが着丈80センチで、81.5センチかなとかで、バンドカラーになると90センチぐらいあります。でオーラリーのウールシャツとかと比べると、オーラリーサイズ4、私が着てるサイズ4で79とかで、こいつが81、2センチちょいぐらい大きいって感じですね。で僕個人的に好きな着丈はだいたい75センチぐらいです。テーパードパンツとかと合わせるときは割と着丈が短い方がパンツが綺麗に見えるのかなと思います。はい、では早速着ていきたいと思います。はい、オーラリーのデニムとグラフペーパーの T シャツとソロベアの革靴と合わせてみました。オーラリーのデニムはムライトを使っているためヴィンテージデニムのような風合いがあり、シルエットもワイドテーパードなので着丈の長いコモリシャツとの相性が非常にいいと思います。着丈が長いのでインナーも着丈長めの T シャツにしております。次は締めて着てみました。非常に爽やかな色味なので、暗めのアウターのインナーとしても重宝するのではないかなと思います。シワが寄っていてもかっこいいと言われていますが、私はもうちょっとシワを取った状態がベストだと思います。はい、いかがだったでしょうか。シーンや合わせる服を選ばない非常に使い勝手のいい服だと思います。コモリは私のようなガタイが良くてきれいめな服ばっか着ている人よりかは、細身で古着が好きな人の方が合わせやすいブランドだと思います。もう在庫がほとんどなくてリンクは貼れないですが、動画より先にツイッターでちょこちょこ服の情報をつぶやいているので、よければそちらをチェックしてみてください。はい、今日の動画は以上です。今日の動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。